韓国出身グループの東方神起 DVXQ が今日28日から2日間にわたって東京ドームで開催される韓国最大級の K-POP 受賞式2023ママアワードのレッドカーペットに登場したユンホは久しぶりに出演できて感慨深いです。素晴らしいアーティストと共演しますので僕たちも頑張らないと思います。と気合十分。今日のステージで初披露となる1フレーズだけチラ見せ、チャンミンは、残りは本番にお楽しみに、と期待を込めた。同イベントは、28日、29日の2日間にわたって東京ドームで開催。ホストは、昨年に続きタクボゴム、チョンソミが務める。今年のコンセプトは、ワン、アイ、ボン、たった一人の存在である、私、アイ、とママが出会い、ポジティブなエネルギーを通じて完璧な一つ、ワン、になるという意味を込めている。いずれもレッドカーペットは午後4時から、受賞式は午後6時から行われる。Mネットだけではなく YouTube チャンネル、Mネット、K-POP をはじめ、Mネットテレビ、K-CON オフィシャル、M2 を通じて全世界に生中継される。